ニセコ駅は、北海道アブタ群ニセコ町アザ中央通にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は S25、事務官コードは13105。国鉄では初めて、カタカナのみで表記された駅名である。かつては、特急、北海や急行、ニセコなどの停車駅だった。1976年のニセコ駅と、 植民軌道まっかり線の軌道跡。周囲約 1km 範囲。左が、おしゃまんべ方面。単式と島式の複合2面3線で、駅舎横のおしゃまんべ側に2本の引っ込み線を持つ、貨物ホームとその土場へ斜めに引き込まれる、荒木線、駅裏に留置線とそこから、くっちゃん方面にある、保線車庫への引っ込み線を有している。貨物ホームの西から、 本線脇の林の中を左下へ並走した後、右に向きを変えて、写真下側を蛇行しながら、真っリ方面に向かっている小道が、植民軌道真っリ線の軌道跡。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成、真っリはアイヌ語のマカペに由来するもので、沿線を流れる真っリ別川が上流でも蛇行が、 大一知性を表している。カリブトは、マッカリ別側とシリ別側との合流点を示す、アイヌ語、マカペ、プトゥニア手字をした、マッカリ別、フト氏の略称である。ニセコは、沿線にあるニセコ連邦の手法、ニセコワンヌプリに由来する。1963年に、当時のカリフト町がカリフト駅をニセコ駅に改称するよう国鉄に要請したが、 国鉄の町名を改正しない限り駅名改正は認めないとの方針を受け、まず1964年にカリフト町がニセコ町に改名。その後、ようやく駅名もニセコ駅に改称されたという経緯がある。相対式ホーム2面3線を持つ地上駅で各ホームは古線橋で結ばれている。1.2番線が上下本線となっており、くっちゃん方面からのみ、 新室入りが可能である3番線は通常使用しない。ただし、臨時列車増発の際の折り返し等に使用する場合がある。駅舎は1965年に完成した2代目である。ブロック作り1階建て209平方メートルであるが、1988年に山小屋風の建物にリニューアルし、2階建てで東屋を持つようになった。株式会社ニセコリゾート観光協会が業務を 受託する簡易委託駅である。窓口営業時間は7時10分から17時10分。1991年から駅舎内に喫茶店が入居している。かつてキヨスクが設置されていたが、2011年時点で閉店している。駅舎内に観光案内所が設置されている。1990年の C62 ニセコ号延長運転開始に伴い、転車台を 眠る本線の新徳駅から移設し箱立て型に設置したが、1995年の運転終了後以降は接続線を撤去し、使用されていない。なお、後に運転を開始した SL ニセコ号は、牽引機が比較的小型のタンク機関車であることから折り返し、運転に伴う機関車の方向転換をしておらず、転車台も使用されていない。また、三番線は、 C62 ニセコ号の折り返しに伴う転車台への移動や着回しに使用されていたが、同列車の運転終了後に車止めが設置されたことにより、おシャマンベ方面からの進出入りは不可能になった。転車台は長年荒廃していたものの、2014年に整備が行われ、手動による稼働化に成功。2019年10月には塗装の塗り替えを行った。 同駅構内の転車台付近に以下の車両が保存展示されている。9643日層、炭鉱手塩工業所が保有していた蒸気機関車。元は札幌市東区の札幌ビール園で保存されていたものだが、改装工事のため同期の解体が決定。その後モデルズイモン経営の以下戸義弘が購入し、2017年6月に当駅に移設した。 2019年10月に、上屋の設置工事が完成し、正式な公開を開始した。キハ183系、ニセコエクスプレス、北海道旅客鉄道が1988年から2017年まで運用していた、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種。クラウドファンディングによりキハ183-5001の保存が決定し、2020年11月16日に、 JR 北海道内部工場から東駅駅前の長有地に移設された雨風をしのぐ車庫が建設され同年12月中旬より公開を開始する予定である1日の平均乗降人員は以下の通りであるありがとうございます